お呼びで。それでは。浄化開始。おいで。さあ、一緒に行こう。はっ、全体飛べ。はっ、全体。はっ、全体飛べ。食事の時間だ。とかけるタッとクリアタッとタッフッフッかいてタッハッもらった吸っていいぞ。食事の時間だ。何してるの？しー、邪妖観察に決まってるでしょ。おもちゃ型邪妖ですよ。果たして人間の兵士が邪妖化したのか、はたまたおもちゃが邪妖化したのか。おもちゃだと思う。人間だと思います。人間が邪妖化した場合、もう少し人間らしさが残るもんだよ。あれはおもちゃだって。ふっふっふ、甘いですよ、アーナスさん。列強国のとある部隊が邪妖に襲われ、返り血を浴びた兵士がああいう姿に変じたという報告があるんです。それ本当？私はね、アーナスさん、青い血は人間の内面に反応すると思ってます。人間が求める姿を与えると言っても、戦のたび必要になる大量の兵士たちがどこから召集されてきたのか知らないわけでもないでしょう。人としての尊厳を踏みにじられ、人形のように操られ捨てられる、あれは彼らに押し付けられた姿ですよ。青一のせいでああなったんじゃない。人間が人間を奴隷化してるんですよ。そう思えるんだ、教授には。いや、まあその、まだ研究段階ですから、いずれ彼らおもちゃ型邪妖の正体についても明らかにできると思いますよ。では、はっ、まだこれからだぞ。
ショール1点、まあこんなもんだろうな。また金儲けの話。俺じゃハントと言ってくれよ。ジョーちゃんは茶用狩りか、なんかいるようなもんはねえか。Thank you.
ペイン。はっ。吸っていいぞ、頑張れ。吸っていいぞ。シアルフィエリア。ヘッセイ。ヘッセイ。あ、止め。ヘッセイ。食事の時間だ。すべての邪妖は私が滅ぼす。食事の時間だ。はっ。血をすすれ。ふっ。
お呼びでございます。ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？これでよしと。エージェントアーナス、私に聞きたいことがある様子ですね。邪妖の持つ青い血のことで何か分かったことはある？実はとある国家の協力のもと、青い血を浄化する方法を研究していた機関があります。青い血を浄化できれば、邪妖化した存在を元の姿に戻すことができます。そんなことができるの？いえ、全く。盛大に失敗していましたよやっぱりそうだよね。それで？ええ、面白いことが判明しました。青い血を利用したがっている国々の存在です。ある国は来たる隣国との戦に向け、ある国は未開の地の開拓のため優秀な兵士を求めています。青い血で邪妖兵士が作れるならば、それはとてつもなく高値で売れるのです。バカな！邪妖が人間の手でコントロールできるとでも思ってるのか？あいつらは化け物だ。青い血に心を食い尽くされ、人の心をなくした化け物だ。ええ、ですので教皇庁の手を煩わせることもなく、邪妖たちが食い殺してくれましたよ。そう。最後にどちらか一つ、あなたの問いに答えましょう。それじゃあ、聖女の封印について知りたい。初代聖女が夜の君に施した封印ってどういうものなの？必要な手順とか必要な品とか、そういうものがあるんじゃないの？
確かに必要な手順はありますが、それを知ってどうするつもりです？そりゃその手順が台無しになれば封印は失敗して、リュリーティスも。しまった夢の中でのあなたは輪をかけてアホ失礼、輪をかけて正直者ですね。アホって言ったな、今アホって言ったな。言いました。お詫び代わりに言っておきますが、リュリーティスが封印の手順を間違うことはありません。聖女はただそこにいればいい。それだけで封印は完成するのです。手順はその前、青き祭壇探しです。青き祭壇の候補は複数あります。夜に通じる本物を見抜かねば何が起きるか分かりません。分かったよ、しっかりやりますよ。時間ですね。うん、いろいろ聞けてよかったよ。ありがとう、ヨルドの巫女。言ったでしょ、私に礼など必要ないと。まあ君にとってはそうなんだろうけどさ、ブラザーよりはよっぽど友好的なんだもの。ブラザーの交代はありませんよ。彼はあなたに執着していますから。そりゃ素敵な情報ありがとう。それでは次のデスタンで。
それ。浄化開始。
まだこれからだぞ。すべての邪妖は私が滅ぼす。はっ、食事の時期まだこれからだぞ。
浄化開始。よし、狩りの時間だ。食事の時間だ。飛べ！ハッ！ハッ！
血を救って、センター、血を吸うんだ。血アルフィエリア、何してるの？しー、邪妖観察に決まってるでしょ。精霊型邪妖ですよ。妖精の上位種ではないかと言われています。ということは青い血を集めて成長したってこと？そんなところですね。青い血が濃くなれば濃くなるほど邪妖の体は大きくなり、知能もつきます。果たして邪妖の行き着く先は純血の妖魔なのでしょうかね、それとも邪妖のままなのか。汎用であるアーナスさんの前に配慮のない言葉でした。別にいいよ、どうなろうと覚悟の上だし、それ以外の道なんてなかったんだ。すみません、アーナスさん。頭を冷やしてきます。ふっ、センター、トラー！血を吸うんだ。はっ、センター、スラダク！はっ、ふっ、ふっ！刈り取る！食事の時間だ。容赦はしない！まだだ！ヘッと！血を吸うんだ！リエルヤッホ！ハッセンサン！生きた！ハッセンサン！飛べ！ハッセン！ヘッセンサン！落ちろ！ヘッセン！食事の時間だ！食事の時間だ。
おう、嬢ちゃん、商人が土産を持って戻ってきてるぜ。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。これでいいんだな。取引す。お呼びでご。それではよ。お。浄化開始。カリのパワー、行け！タヘッホッハッヘッハッセンタイトレ！血を吸うんだ。ヘッ。何かいるみたいだな。慎重に行こう。シアルフィエリア。
落ちろ。貫く。血を吸うんだ。シアルフィエリア、ハッテイ、ハッ、止め、ハッテイ、食事の時間だ。いやだから、あれは1300万だって。いいえ、あれは職人魂が招いた悲劇ですって。こんなとこで何のコントよ。見てくれジョージャン、あのガーゴイルの美術的価値について。違います、アーナスさん、職人の魂があのガーゴイルに宿ってるって話です。はい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 。でロイドはあれを売りさばきたい。そう、教授はあれを調べたい。そう、ぜひ協力してくれ。ぜひご協力ください。やだ、これだから先生と組むのは嫌なんだ。高尚なアートの話がまた一つパーだよ。あんたには美的センスってもんがない。金金金のアータがよく言いますね。邪妖の発生とその成長システムは誰かが解明しなければならんのですよ。青市のせいだけとは思えない。強い意志を感じる邪妖たちがいるんです。彼らは一体どこから来てどこへ行くのか、そして私はどこから来てどこへ行こうというのか。知らんが。それより先生、あんたなんでそんなに邪妖に入れ込む。まるで人間には興味ないみたいだぜ。ロイドさん、あなたこそなんでそんなにお金が必要なんです。あなた相当な額を稼いでるはずですよ。黙れこの変態おまずき。言いましたね、この背金主義者が。妖魔にしか興味ねえとか普通にド変態だろうが。私のはかろうじて生物です。無機物の札束に色気を感じるアータの方がよっぽど重症ですよ。なんだと？やりますか？ああ、今日も夜散歩日和の静かな夜だな。吸っていいぞ。
ジョーちゃんかい。別に墓らしなんてしてねえぜ。なんかいるようなもんはねえか。ごまかすなよ。お墓から何か盗んだだろう。お宝が俺を呼ぶんだよ。助けてくれ。こんなところで朽ちるのは嫌だ。高値で売ってくれってな。最後のは絶対違うと思う。埋葬品一つで空っぽの腹が、空虚な心が、横島な欲望がどれだけ満たされると思う。金は死だ。金を回さねば世界は死ぬ。死者より生者だ。わかるだろう。なんか微妙に引っかかるところもあるけど、わからなくもないような。ほんじゃ、そういうことで。おったからおったから。やっぱ泥棒じゃないか。シアルフィエリア。ハッセイ、さあ止め。ハッセイ、ほっ、来て。食事の時間だ。
ミス。やめろ。私が相手だ。ほっ、来て。ほっほっ。はっ、せん、貫く。はっ、せん、貫く。吸っていいぞ。さっきの邪妖なら倒したよ。大丈夫？クリス、私に接触してから邪妖に襲われるようになったって言ってたよね。それって私に夜の君の封じ方を、いや、封じるんじゃないってことを教えたから。そうだよ、私が夜を裏切ったってバレたから。でもアンジェラ、そうか、仮面も壊れちゃったのか。また直さなくちゃ。クリス、待って、あなたに聞きたいことがある。エル城失踪事件のことよ。この石の手に仮面が添えられてた。あなた何か知ってるんじゃないの？知っていることは3つ。1つ、失踪した女性は皆甘色の髪に赤い瞳、名前はエルから始まる。2つ、10年前まで島警察は教皇庁と癒着、聖女候補の名前を有力者に横流ししてた。3つ、この先に隠し部屋がある。隠し部屋？必要なことは教えた。これ以上この声で喋りたくない。帰る。本当に帰っちゃった。もう気まぐれだな。とりあえず他に手がかりもないし、隠し部屋に行ってみるか。わかった、ついてくよ。何もないな。おい黒猫、クリスが教えてくれた隠し部屋ってここで合ってるのか？爪研ぎしてるし、所詮猫だな。ここが怪しいのか？こんなところに。待てよ。
綺麗な人だな。リュリーティスに似てる。どこかの地図みたいだけど、こんな地形見たことないな。このルースワール島みたいに教皇庁が隠してる島かもしれない。この彫刻、なんか変だな。やっちゃった。これ、壊れたんじゃない。別々に彫った彫刻をパズルみたいにくっつけてるんだ。支配人からもらった石の手に似てる気がするな。手がかりなしか。仕方ない、引き上げるか。ほら、もう行くぞ。待って、その彫刻のパーツ。ぴったり合う。まさか。これは。クリス、もう大丈夫なの？これがヨーマの回復力ですわ。それに言い忘れたことがあったから。その石像、あなたのお探しのエル城よ。どういうこと？愛したものを石化してしまうヨーマがいる。メデューサやゴルゴンなど、石化妖魔と呼ばれる類のものだ。夜の君を封じる聖女候補者は、妖魔が石化して消してたってこと？あらあら、何を聞いているのかしら、このお嬢さんは。愛がなければ、石になんかならないわ。吸血妖魔だって愛がある崇拝者の血しか美味しく感じられないでしょ。例えばあなたにとってはホテルの可愛いメイドさんよね。リュリーティスは関係ない。痩せ我慢だな。
いずれにせよ一連の事件の犠牲者は石化妖魔の崇拝者だったということだ。愛し焦がれた妖魔のものになれたのなら本人たちも本望であろう。そんなのおかしいよ。好きならば生きて一緒にいるべきだ。物にされたって誰も喜ばない。そういうふうに思うのはあなたが寛容だからね。妖魔ならそんなふうには言わないものよ。彼女たちは選択を迫られていたのだ。世界のために犠牲になるか、愛した妖魔のために石になるか。お前ならどちらを選ぶ？どっちもごめんだ。そんなのどっちも狂ってる。なら早くここを出てあげなさい。彼女たちが命がけで選んだ選択を冒涜してはいけないわ。私もこの石化妖魔を追っている。手がかりがあったら教えよう。お帰りなさいませ、お嬢様。支配人、あの石の手なんだけど、あれはエル城の手に似ていた。ほくろやペンダクの位置までよく作られていました。まるで生き写しのように。そう。お嬢様、私は一つ嘘をつきました。エル城のことです。彼女は私の友人でした。正確には私がエージェントとして彼女を護衛していました。有力な聖女候補の一人として。そうだったの。ある日、一人になりたいと言われました。世界のために犠牲になるかもしれないのです。ほんの数時間ならと思いました。でもそれが間違いだった。その後私はエージェントの資格を剥奪され、教皇庁を除籍になりました。お嬢様のサポートをしているのは教皇庁から言われているのもありますが、私の個人的な思いからです。彼女の死が知りたいのです。彼女は心安らかに生けたのでしょうか。愛した人のために死んだと言っていた。本望だったろうって。そうでしたか、そうでしたか。あの石の手置いてきちゃったんだ。取ってきた方がいいのかな。いいえ、お嬢様が判断されたのでしたらそれが一番です。エージェントとしてのお嬢様を私は信頼しています。うん、ありがとうございました。お嬢様、今日はもう遅いです。どうぞお休みになってください。どなたでございましょう。来客の予定はないのですが。
間違いない。エル城の手です。一人でに戻ってきたのでしょうか。わからない。でも何か握ってるみたいだ。取れないな。お嬢様、その手を壊してください。何言ってるんだ。これはあなたの友達の手なんだろう。彼女が何かを伝えるためここに来たかもしれないのです。ならば私はその意思を尊重したい。わかった。ごめんよ。メモだ。新しいリリーを守りなさい。ユリは聖女の花と言われています。行方不明になった女性は皆ユリにちなんだ名だったそうです。リュリーティスも頭文字はエルだ。私は彼女を守ることはできませんでした。けれどお嬢様、あなたはリュリーティス様を守ってください。どんな誘惑からも、死の誘惑からも。ああ、分かってる。さあ、じゃあな。ちょ、お呼びでござ。それでは、良い夜を。